続いて英文法のルートを見ていくぜ。とりあえず全員必須なのは英文法語法のトレーニング基礎講義編とここからつなげる英文法ドリル。そしておそらく学校でもらう人が多いであろう総合英語の本だわ。中学英文法の参考書に関しては、おすすめを2冊挙げさせてもらったが、中学英文法が不安な人がやってもらえれば OK だぜ。その具体的な目安は後で示すわ。そして追加用問題集として4択対策の英文法ポラリスの1から3、デュアルエフェクト、品質英文法語法問題選、4択対策追加演習として英文法エウレカ、英語品質問題ポラリス1、2、正語問題対策には門脇渡の正語問題が面白いほど解ける本と英文法語法用文500の語文訂正編、正序問題対策には同じく門脇先生の面白本と用文500の正序英作文編、ランダム演習にはファイナル演習ポラリスの1から3、そして総計に特化した対策ができる問題集として総大デルデル1問1答、経大デルデル1問1答をそれぞれ採用しているわ。詳しい用途や内容についてはこの後解説するので、必要なものを自分で選んで使ってみるようにしてほしいぜ。ではここからは中学英文法について解説していくわ。これらの参考書からやり直した方がいい人の指標は結論から言うと、偏差値60未満の高校に通う高校1年生、真剣模試で英語の偏差値が45以下ない人、速読英単語中学版の文法解説が何言ってるかわからない人のいずれかに当てはまる人はこれらの参考書からやり直してほしいぜ。英単語のルートに入れた速読英単語中学版は英単語のパートで詳しく解説したけど、長文を読みながらある程度文法も復習できるわ。でも解説がみっちりしてあるわけでもないし、重要なところしか書いていないのでこれを理解できない。知らないとなると中学英文法の本からやり直すべきだわ。また、英文法語法のトレーニング基礎講義編は苦手な人でも取り組めるように中学英文法についても言及してくれているんだが、さすがに真剣模試で偏差値45以下ない人や偏差値60未満の高校に通う高1生には少し荷が重い印象だぜ。めんどくさいとは思うけど、無理してこれに入るよりは中学英文法をしっかりやってあげてからの方がどう考えてもスムーズに進められると思うわ。そして、中学英文法を学習する上で気をつけてほしいところについても言及しておくと、疑問を持つなという点と手を動かせというところだぜ。中学英文法は B 動詞や疑問詞、過去形など超基本的な英語のルールを扱っており、そもそもそれが分かってないとどうにもならないレベルの話ばかりだわ。それが分かっていない段階でなんで未来形でwillを使うの？とかなんで can の後には動詞の原型が来るの？など、そのあたりに常々疑問を持つと学習がなかなか進まなくなってしまうぜ。なので中学英文法についてはある意味そういうもんだと受け止める潔い姿勢で学習するようにしてほしいわ。また、疑問詞や助動詞など意味によって使い分けが必要なものはきちんと整理した上で覚えるようにしてほしいわ。暗記はという風潮がある英文法界隈だが、うぷ主は基本的なところは暗記しないとまず始まらないだろうと考えているぜ。ざっと中学英文法で取り扱う疑問詞をここで挙げてみるけど、これを理解しろというには無理があると思うわ。いろいろこれが使われる理由や理解するコツなど裏話があるんだろうが、そんなものをごちゃごちゃやるよりは手っ取り早くそういうものだと受け止めて覚えてしまえとうぷ主は思ってしまうぜ。そういう話はある程度文法事項が分かっている人向けの話であって、学習初期の段階で耳を貸す話ではないと思うわ。なので疑問詞など混じりがちな事項はこのように整理した上で暗記してしまうようにしてほしいぜ。そして参考書を眺めて、読んだだけで分かったつもりにならず必ず問題演習を行うようにしてほしいな。英語も言語なので、文法というルールを覚えたらそれを使う訓練をしなければならないわ。眺めて分かったつもりで終わるのは野球のルールブックだけ読んで野球の全てを知ったつもりになっているのと同じだわ。書いてあることをそうなんだと素直に受け止める、整理して覚える、知ったら手を動かす。この3点に気をつけて学習するようにしてほしいぜ。というわけで、今回採用した中学英文法の参考書はこれでわかる中学英文法と詳しい中学英文法だわ。いずれも文英堂から発売されている中学3年間の英文法を網羅した参考書で、問題が豊富に入っている点、カラーで見やすい点、学習しやすい紙面構成になっている点を評価してルートに採用したぜ。説明がコンパクトにまとまりよりたくさん演習できるのがこれでわかる、これでわかるに演習量は劣るものの説明をよりわかりやすくしたのが詳しいといった感じだわ。ちなみにこれでわかるはブゴズリで176ページ、詳しいはアゴズリで304ページになっているぜ。ぶっちゃけどっちの方がおすすめ？と言われたらこれでわかるの方がより問題が多いのでおすすめだわ。ではそれぞれについてより詳しく解説していくぜ。まずはこれでわかる中学英文法ね。例文や様々な解説アイコンを用いて、中学英文法の重要な知識を解説、整理した後に問題演習に取り組める参考書で、問題集部分は必ず解けるようにしたい基礎問題、標準的な問題を収録した実力問題、さらにはリスニング問題をはじめとした様々な問題が掲載されているチェックテストからなっているぜ。演習問題の解説が詳しくないという意見もあるんだけど、講義部分を見返せば全然理解できる範疇だわ。青でフルカラーなのも相まって、勉強が苦手な人でも手に取りやすい参考書だと思うぜ。続いて詳しい中学英文法ね。全21章で例文を示した後に図解や表を積極的に使いながら文法事項を解説しており、各章末に練習問題、巻末には高校入試問題を収録しているぜ。各単元末には、ヒントを元にして英作文を練習するトライ表現力というコーナーもついているわ。ではここからは中学英文法以降のルートについて詳しく見ていくわ。改めて、全員必須枠として採用したのは英文法語法のトレーニング基礎講義編とここからつなげる英文法ドリル。そして、総合英語としてアトラス総合英語だな。はじめに総合英語の参考書とは何かについて説明しておくぜ。簡単に言うと、総合英語は巷にある受験用の英文法の参考書よりも網羅的に英文法の事項を修正した参考書だわ。今出ているアトラス、インスパイア、エバーグリーン、スカイワード、ジーニアス以外にも本屋に行けばたくさんの総合英語の参考書が置いてあると思うぜ。
ほとんどが500ページから600ページ、中には700ページのものなど非常に分厚いのも特徴だな。ちなみに英文法語法のトレーニング基礎講義編は376ページとなっているわ。ではこの分厚く、情報量が多い総合英語だが、このチャンネルでは辞書的にわからなかったところを調べる役割として運用するのをお勧めするぜ。情報量が多く、網羅性が高いならやりきったら英文法は最強になれるのでは？と考える人もいるかもしれないけど、総合英語は情報量が非常に多いため、すべてを頭に入れようとするとパンクしてしまうわ。また、総合英語に収録された文法事項をすべて押さえていないと、受験に受からないかというとそんなこともないわ。とはいえ、英文法語法のトレーニング基礎講義編にも入っていないような文法事項は主に文法問題や長文に出てくる可能性があり、そんな文法事項と出会った時に不明点を調べてあげる感じで使ってあげてほしいな。困った時の総合英語という感じで、一冊持っておくと文法事項には困らない。そんな強さを持った総合英語は必ず手元に置いておいてほしいわ。じゃあ結局総合英語はどれを使えばいいの？という話なんだが、一部を除いてマジでどれでも OK だぜ。学校でもらえるならそれで全然 OK だし、もらえなかったなら一応このチャンネルの推しはアトラスではあるけど、どれを選んでも変わらないので、実際に本屋で見て自分の気に入ったレイアウトのものを選んでもらえればいいわ。だがこのチャンネルの辞書的な使い方というのにそぐわない総合英語本もあるので言及しておくぜ。まずはすぐわかる英文法だな。読み切れる総合英文法小コンセプトに作られたすぐわかる英文法だが、それゆえに他の総合英語参考書と比べて情報量が少なくなっているぜ。内容自体は文法事項がうまく体系的に整理されていていい感じなんだけど、このチャンネルで掲げた辞書的な使い方には向いていないわ。続いて新英文法大全だな。2022年3月に発売されたスタサプ大人気講師関正雄先生による総合英文法書なんだけど、他の総合英語と比べ、オリジナリティがかなり色濃く出た解説になっていることに加え、内容の網羅性が他に劣っているわ。また、すべて読むことを前提に全体的なつながりを意識して作られているので、このチャンネルで提唱する必要なところだけ参照する辞書的な使い方に向かないぜ。でも、説明は確かにわかりやすいし、他の総合英文法本よりは読みやすい参考書には仕上がっていると思うわ。では、総合英語の役割や使い方について学んだところで、このチャンネルでおすすめするアトラス総合英語について解説するぜ。アトラス総合英語は500を超える文構造などについて図解がついたターゲット例文に加え、全体を通して様々な表現や文法事項に積極的に例文を用いているのもあって、全部で2700にも及ぶ例文が収録されているわ。書いてある文法事項を使ってどのような文が作られるのかすぐに確認できるので、かなり学習しやすい総合英文法書だと思うぜ。また、文構造や文法事項、例文について図解やイラストも積極的に使っているので、かなり視覚的にも理解しやすいわ。では中学英文法と総合英語について詳しく解説し終えたので、ここからはルートの核となる英文法語法のトレーニング基礎講義編、ここからつなげる英文法ドリルについて詳しく見ていくぜ。というわけでまずは英文法語法のトレーニング基礎講義編だわ。英文法語法のトレーニングは青の戦略編、緑の演習編もあるので間違えないように注意してほしいぜ。納得しながら理解することを最優先に、学習の落とし穴になりそうな項目に思いっきりページを割いているのが特徴で、15のチャプター、113のテーマに分類し、各テーマに設けたポイント例文には構造解析が載せられているわ。例文に構造解析がついているので、その構造を意識しながら学ぶことで解釈の学習にスムーズにいけると思うぜ。また、各テーマに語尾変換や空所補充、文型の特定などの練習問題が設けているので、学習した内容をすぐに確認できるようになっているわ。その練習問題自体の解説は皆無に等しいんだが、講義ページを見れば理解できる難易度なので、間違えてしまった問題については何度も講義ページを見返して確認するようにしてほしいぜ。そして各チャプターの後にはエクササイズとして、また練習問題が収録してあり、2択、空所補充、正誤、4択などの問題を通してそのチャプターの内容を復習し直すことができるわ。だがエクササイズに入った4択問題は解かずに一旦飛ばして OK だぜ。4択問題はそのほとんどがセンターの過去問で、解説は皆無なものの考え方や問題文の和訳などヒントが書いてあり解きやすくなっているんだけど、ここからつなげるドリルで解釈、長文、作文につなげるための文法を先に学んだ方が解きやすい上、結局入試で一番鍵を握る長文に速やかに入っていけるわ。主に私立大で出る4択問題を完璧にしてから解釈に入るという体裁を取ってしまうと、出ない大学を志望している人には効率が悪いし、いつまでも学習が進まずに泥沼にはまってしまう人もいると思うぜ。だからこのチャンネルのルートでは英文法語法のトレーニングで基礎事項と最低限の問題演習を積んだ後に、ここからつなげる英文法ドリルで解釈や長文、作文につなげる英文法を手っ取り早く学んで、4択英文法問題の対策は解釈や長文、作文の対策の片手間に済ませるというコンセプトになっているわ。とにかく長文を先に仕上げて、4択英文法は片手間、あるいは長文が仕上がってからガガッとまとめてやる。それを意識しながら、今回の文法ルートは進めてみてほしいぜ。そして採用しなかった講義系参考書についても何冊か言及すると、大岩や佐藤、成川などの教材は確かにわかりやすいんだけど、問題演習が少なすぎてここ繋げるには何か他の本を挟まないと厳しいので不採用。次に肘井先生のこちらの2シリーズは2分冊になっていて、2冊もやりたくないので不採用。続いて動画でわかる英文法必修文法編は動画が確かにわかりやすくていいんだけど、紙面の色使いが多すぎてかえって見にくいので不採用。そして2023年9月19日に発売されたばかりの関先生の入門英文法の革新なんだけど、理解を重視した解説が初学の人には難しいのでは？ということで不採用となったわ。個人的な考えでは、関先生流の解説は初学の人にやらせるより、英文法をざっとやった人に復習で、英文法の見方を変えるという意味でやらせる方が効果を発揮すると思うぜ。
今まで暗記してきた英文法を関先生流の解説で理解に変えていく。そんな目的で使ってあげるにはかなりおすすめだわ。だが講義系を2冊やらせるのもどうかとは思うし、ルートに採用したポラリスやファイナルポラリスで関先生の解説に触れたい人は触れられるのでルートに採用しなかったぜ。というわけで、ルートの参考書に戻ってきて時田のここから繋げる英文法ドリルについて詳しく見ていくわ。和訳、和文英訳、国勢序、四択、正語問題などよくある四択問題集と違って様々な問題を収録したドリルで、左ページで例題を用いた要点解説、右ページで演習とわかりやすい作りになっているぜ。この本をルートに入れた目的の一つ目は文法の識別力をつけるという点だわ。文型や前置詞、時制などの紛らわしい部分を演習を通じてどれがどれに当たるのか、そのあたりを整理しておくと、文法問題はもちろん複雑な文章を扱う解釈や長文、自分で文章を連成する作文にも役に立ってくれるぜ。二つ目は解釈や作文の前準備だわ。英文法ドリルと言っておきながら、和訳や作文の練習ができるので、全く和訳や作文の経験がない状態でそれらの参考書に入るより、これを挟むことでスムーズに入っていけるぜ。そして他にもポイントを挙げると、解説に問題の英文の構造解析がついているので文構造が把握できる。音読用例文集がついているので音声を使った音読学習と復習を行いやすい。終了実践模試がついているので本当に身についているか最終確認ができる。簡単に Q&A のコーナー、解説には学習アドバイスなどが書いてあるので今後の英語学習の参考になる。こんなところだわ。進め方や勉強法、疑問点への回答などがしっかり最初に書いてあるのでそれを見た上で取り組んでほしいぜ。では最後に注意点を話しておくと作文が出ない人でも作文はやる、わからない単語があれば辞書を使うようにしてほしいわ。作文でゼロから自分で文を作る練習をしておくと、語順の理解ができ、解釈や正序英作文に役立ってくれるぜ。ただどうしても時間がない人は飛ばしても OK だわ。というよりもしかしたら極限に時間がないなら英文法語法のトレーニングの後に一気に解釈に入ってしまった方がいいかもしれないわね。そしてわからない単語があった場合は答えを見たり、悩み続けるのではなく潔く辞書を使ってほしいぜ。この参考書でしたいのは道語の類推ではなく、和訳や作文を通じて文法の識別力を磨くことなのでそうするようにしてほしいわ。また、わからなかった単語は必ずマイ単語帳に記録しておいてほしいわ。だが、余裕があったら他の語の訳語からなんとなくこんな意味じゃね？と類推してから辞書で確認するようにすると類推力の養成にもつながるぜ。ではここからは英文法語法のトレーニング基礎講義編、ここから繋げる英文法ドリルの後の任によって変わる追加問題集を見ていくわ。人や志望校によって使うべき参考書は変わるのでこの後の解説を参考に自分で選ぶようにしてほしいぜ。ではまずは4択対策用の参考書から見ていくわ。採用したのは関正雄の英文法ポラリス1から3、デュアルエフェクト、品質英文法語法問題選だな。解説の詳しさに重きを置いて参考書を選考したので、かなり進めやすいと思うわ。では早速英文法ポラリスから詳しく見ていくぜ。英文法ポラリスは1から3まであり、それぞれ日東コマ線、G マーチ間間同率、総計上値を目標にしているわ。動詞関連、準動詞、構造形、品詞形、語法の独特な配列で単元別に問題が並んでおり、各単元の前には文法知識の解説も用意されているぜ。もちろん設問解説もわかりやすいものになっているわ。そして、収録問題についてだが1には基礎的、あるいは定番問題、2にはそれをひねってやや難しくした問題、3には丸暗記では対応できない応用的な力を要求する問題が収録されているぜ。個人的には宮さんをやりたい人は1を飛ばしてもいいんじゃないかと感じていて、英文法語法のトレーニングやここつなで2に全然いけるぐらい文法は固まると思うし、2にも典型問題が多い印象だわ。なので1は日東コマ線参勤交流志望者がより文法問題の演習を積みたいときようかなという感じだぜ。続いてデュアルエフェクトね。ネックスや英品、ファイナル問題集など数々の英文法問題集を執筆している悠々豊先生の最新問題集で、文法編で678題、語法編は372題の計1050題に加えて450題のランダム演習もできる問題集だぜ。そして、デュアルエフェクトの素晴らしい点はその解説で、英文法を習得するために問題を解くための必要な知識を解説したポイント、なぜ語等なのか解説した他、重要な関連事項を補足的に説明したプラスの3種類のアイコンを用いて、その問題の解説をしているわ。さらに覚えてさえいれば解けてしまう慣用表現などを取り扱った暗記型問題の攻略のために、暗記しておくべき事項は解説ページにその都度全101のグループにまとめられているぜ。そして実践テストは先述した通り全450題で、25題を18セット、徐々に難易度が上がっていく構成になっているわ。本書には4択問題しか収録されていないんだが、450題のうち正語問題は144題、正序問題も126題入っているぜ。大学名も実践テストではあえて密採になっているので、本番に似た感覚で臨めるようにもなっているわ。そしてこれはおまけ程度なんだが、全問題に音声がついているのでリスニング教材としても使え、スピーキングやリーディングで品質の事項にはそれぞれに対応したアイコンが解説につけられているぜ。問題演習を通じての英文法の習得、実践テストでの実践力養成、詳しい解説による知識の進化、グループでの暗記対策、4技能アイコンでの4技能対策、これらを一冊でできるのがデュアルエフェクトという本の最大の魅力だわ。続いて品質英文法語法問題全、通称英品だな。デュアルエフェクトと同じく悠先生が制作に関わっている問題集で、長年の間難関大志望者に愛されてきた問題集だわ。そして解説がかなり詳しいんだが、その作りがほとんどデュアルエフェクトに似ていると言っていいぜ。3種類のアイコンや情報整理できるコーナー、さらには3段階の難易度表記がついている点も同じだわ。なので明確にそう言われているわけではないけど、A品を今風に作り直したのがデュアルエフェクトなのでは？
という印象をかなり感じたわ。デュアルエフェクトの A 品と比べて優れた点を羅列してみるとざっとこんな感じで、2005年の A 品よりも新しく、最新問題が入っている、ランダム演習ができる、赤シートで暗記事項の確認がしやすい、音声がついているなどだぜ。でも、A 品がこれまで受験生に使われてきたという実績も捨てがたく、とりあえず A 品進めておけば安泰みたいなところは正直あるので、ルートから A 品を外すことができなかったわ。なので、結論としてこの2冊で迷ったら実績を取るか新しさを取るかで各個人の価値観で選んでもらえればと思うぜ。どっちを使っても総計には対応できると思うし、どっちかを使ったから落ちたということにはさすがにならないと思うわ。個人的にはやはり新しさと使いやすさ、ランダム演習ができる点も見てデュアルエフェクトをしたいところだわ。じゃあポラリスとモーラ系どっち？というところなんだが、個人的にはモーラ系の方がおすすめだぜ。単純に問題数がポラリスより多いためやりきれば定着度が高いというのと、一冊やりきれば OK だからというところね。ただ、関先生の参考書で勉強したいという人の気持ちもわかるのでポラリスがいいという人はポラリスでいいぜ。続いて4択対策追加演習として採用した参考書を見ていくわ。採用したのは英文法エウレカ、関正雄の英語品質問題ポラリス1、2だぜ。エウレカは先ほどの4択対策問題集が終わった後に、もう少し4択問題を分野別に解きたいとき、品質ポラリスは先ほど解説した4択対策問題集に入っていない語彙問題や熟語問題などを対策したいときに使ってほしいわ。まずは英文法エウレカだな。あと一歩のところで伸び悩んでいる人向けに引っかりやすいポイントに的を絞って編集した問題集で、問題数も250問と少なく解説も非常に詳しいので、もう一方へのレベルに到達したい人にかなりおすすめだわ。例題、練習問題、演習問題の3段構成で、例題と演習問題を用いて文法事項を詳しく説明してくれ。別冊は知識の確認、理解、整理ができる英文法の基本的な仕組み、英文法の重要知識を集裁しているぜ。中身だけでなく、別冊も秀逸な出来になっているので、別冊の内容もきちんと確認したいわね。続いて関正雄の英語品質問題ポラリス1、2だな。先ほど解説した4択対策問題集に入っていない、熟語、他義語、語彙、会話、発音アクセントの4択を収録しており、特に長文問題で穴埋めや同義語を答える問題が苦手な人には刺さると思うわ。また、熟語の前置詞を答えるような文法問題が苦手な人にも一定の需要があると思うぜ。でも学校でアップグレードやネクステ、ヴィンテージなどの問題集が配られている人は、これらにも熟語や会話表現の章があるのでわざわざ品質ポラリスを買わなくても大丈夫だわ。続いて正語対策の参考書を見ていくぜ。採用したのは門脇渡の英語正語問題が面白いほど解ける本と英文法語法要問505文定性編だな。正語問題に特化した対策をしたい人はまず解法にフォーカスした門脇を、要問500は門脇を終わらせて過去問もやったけどなおも時間があって、もっと正語問題をたくさんランダムに解きたい人向けの問題集だわ。ただ、門脇先生の本も450台と十分なボリュームでかなり力はつくのでまずはこの本をマスターするようにしてほしいぜ。では門脇渡の英語正語問題が面白いほど解ける本を詳しく見ていくわ。正語問題を解く上での出題パターンやポイントなどの大原則を整理する原則編、原則編をもとに知識、品質論点、思考回路を整理する実践編、ランダムで総演習する総仕上げ編の参照構成になっているぜ。他の正語対策特化の問題集はただ正語問題を集めただけという感じだけど、この本は正語問題の解法を詳しく、網羅的に取り上げているので非常におすすめだわ。続いて英文法語法要問505文定性編だな。すべての問題が下線部指摘問題になっており、解法の手順の解説やポイントなど解説はかなり詳しい問題集だわ。そして解説には必要な知識がまとまっていたり、代表的な表現がリストアップされているわ。そして、ライティング対策として日本の英作文を添削する問題が20台収録されているのも特徴で、グラフ、図表、イラストから意見を求める自由英作文の書き方のポイントもまとめられているぜ。だけどあくまでおまけのようなものなので、これだけで自由英作文を対策しようとするのはさすがにお勧めできないわ。続いて政治問題対策だな。採用したのは正語と同じで門脇先生の面白いほどと要問500の政治英作文編ね。門脇先生の参考書をやって、過去問もやってなおかつランダム演習をしたいときに要問500を使ってほしいわ。では門脇先生の英語政治問題が面白いほど解ける本だな。正語問題編と同じで、原則、実践、総仕上げの全参照で解法整理と実践まで一冊で賄えるわ。パズルのような政治英作文を攻略するテクニックが存分に詰まった参考書になっているぜ。続いて英文法語法要問500政治英作文編ね。語文定性編同様解説が詳しいのが持ち味で、政治英作文編の解説には構文解析が載っている問題もあるぜ。最低限必要な品詞と語順の知識についても取り上げて解説してくれているのがありがたいところね。続いてランダム演習用の問題集を見ていくぜ。採用したのは関正雄の英文法ファイナル演習ポラリス1から3だわ。過去問前や直前期に実践演習としてランダムに問題を解きたい人におすすめだぜ。文法問題のまとめ役、苦手発見用なので300問と問題数が多すぎないファイナルポラリスを採用しているわ。間違えた問題についてはその問題だけでなく、その分野について今まで使ってきた講義系や問題集でしっかり復習してほしいぜ。では詳しく見ていくわ。それぞれ文法ポラリス同様、それぞれ日東コマ線、マーチ、総計上智レベルで、空欄補充、正序、正語問題が100台ずつ収録されているぜ。解説は文法ポラリス同様詳しく、各問題の解説に分野アイコンが付与されているので自分の苦手分野の確認もできるわ。さらに解説にて文法事項のまとめもふんだんに用意されているので、まさにファイナル演習として使うにふさわしい問題集だぜ。では最後に総計特化対策用として採用した総大デルデル一問一答、経大デルデル一問一答を見ていくぜ。
出る出る1問1答はそれぞれ過去問25年分の分析を通じて作成した総計攻略に必要な力をつける問題を1問1答型にランダム配置した問題集で、文法、語法、語彙、構文、作文、会話の知識を空所補充や和訳など様々な問題形式で総確認できるわ。重要な単語や文法、知っておくといい知識も確認できるので総計志望が本当に最終確認として使うといい問題集なんだが、問題も多いし、解説も一問一答型ゆえにかなり簡潔なので、時間がある人、そしてかなり総計の過去問解けるよという人に使ってほしいぜ。そして、出る出る一問一答には1800台以上入った Gmerch 版もあるんだけど、Gmerch に関してはこれより他のことやった方が合格に近づくと思うので採用しなかったわ。では最後にまとめだぜ。中学英文法からやり直すのもあり、総合英語を活用しよう、四択沼にはまらない、追加問題集は必要なものを選んで使おう。これさえ抑えてくれれば大丈夫だぜ。では文法ルートの解説はここまでとするわ。